中庄、恋の湯、営業中。第6話、ゆずさわ会。初めて見た景色。こんばんは。なんで笑うんだ。こんばんはってそんなに変か。変じゃないけど面白い。なんだそれ。夜の挨拶だろ。ただの。別にかしこまってるわけじゃ。他の言い方、わからないし。それより、平気なのか？だから、こんな時間に一人で、親とか心配するんじゃないのか？大丈夫って言うけど、何かあったらどうするんだ？って、人のこと言えないけど。俺は平気だよ。男だし。いや、関係あるだろ。男と女は違うんだから。その、いろいろ。いろいろは、いろいろだよ。もういいから行こう。だから家まで、送るから。なんだよ。帰らないのか？帰るけど、何？あ、お前ん家までの道ならわかるから大丈夫。目立つよな、恋の湯の煙突。ここに引っ越してすぐ覚えた。道に迷ったりなんてしないから、安心しろ。俺？あ、別に。用とかないから。ちょっとブラッとしてただけで。ほら、行こう。ああ。あのさ。いや、なんでもない。悪い。本当に何でもないから。それより恋の湯って人結構来るのか？へえ。家に風呂ないのかな？ああ、そうとは限らないよな。でかい風呂が好きって人もいるだろうし。ごめん。変なこと言った。まあ、うん。そうだよな。ごめんってことはないか。なんか、うまいこと言えなくてごめん。今なし。忘れて。おっす。あ、別に普通だろ、この時間に学校行くの。いや、ちょっと早いか。数学の宿題まだやってなくて。大丈夫じゃないかもな。今日は数学1時間目だし。けど間に合わせ、そのために早く出たんだから。つうか、お前
朝っぱらからよくそんなシャキッとしてられるよな。俺ダメだ。いや、寝不足ってわけじゃ。は？牛乳？飲んできたけど、何？牛乳飲むと目覚めるのか？なんだ、ケンタの言うことか。牛乳飲んだからって、いきなり元気になるわけないだろ？そもそもあいつ、何も飲まなくたって元気じゃん。元気すぎてうるさいレベルで。毎日牛乳飲んでケンタみたいになるんだったら、俺は飲む量減らすぞ。ははっ、冗談だって。まあ、牛乳が体にいいってのは確かだろうな。それで目が覚めるかどうかは別だけど。今日眠いのは、昨日の夜ちょっと考え事してて。例の転校生のこと。そう、ゆずさわ。昨日の夜、9時ぐらいか。ちょっとコンビニ行ったんだけど、そん時に見かけたんだよな。なんか一人でうろうろしてて。バカ、ただそれだけなら俺だって考え込んだりしねえよ。昨日だけじゃなくて前にも見たんだよ。夜中に一人でいるとこ。いつだったか、まさきも見かけたっぽいし。あとそうだ、あつし兄とすみれ先輩も見たって言ってたな。それは夕方だったらしいけど、学校帰りっぽいゆずさわが中庄とは反対方向に歩いて行ったから、どこ行くのか聞いたんだと。そしたらはぐらかされたって。あの二人はのんきだから寄り道でもしてんのかなとか言ってたけど。これなんかあると思わね。なんかってのはだから、なんかだよ。それがわかんねえから考えてんだろ。ゆずさわってさ、いつも一人でいるじゃん。昨日だって夜中に一人でいて、それも一回じゃないし、おかしくないか？そうかな、じゃなくて、おかしいだろ、明らかに。だいたい、この時期に転校ってのも謎なんだよな。まあ、それはあいつんちの、ゆずさわコーヒー店のオープンに合わせてってことなのかもしれないけど。お前、なんか知ってる？え？お前も昨日会ったのか？なんか聞いた？そうか。やっぱ、なんか秘密があるとしか思えない。いや、今確信した。ゆずさわは何か隠してる。絶対に。これは調べる必要があるな。あとさ、安いクリーニング屋の場所が分かったのは大収穫だった。店のエプロンすぐ汚れるから、家の洗濯じゃ間に合わなくて。おい！お前な、こんな時間までどこ行ってたんだよ。ホームルーム終わってすぐ教室出てったくせに。さっき恋の湯来たら、おばさんはまだ帰ってないって言うし。電話しても出ないし。心配したんだからな。まあ、無事だったんならいいけど。こいつと一緒だったのか？ずっと。あ、そう。まあいいや。行くぞ。おばさんもきっと心配してるから。あ、何？ゆずさわがいるから何？なんで俺がこいつと話さなきゃいけないんだよ。俺から話したいことなんて何もねえし。いいよ、俺が言う。はあ？口挟んでくんじゃねえよ。だいたい俺が言うって何よ。青葉。
なんだよ。ごめん、引き止めて。謝るなら、なんで引き止めるわけ？いいからお前は、俺はゆずさわに言ってんの。自分から声かけてきといて、何がごめん？俺、意味なく謝られんの嫌いなんだけど。意味なくは、ない。今、こうして時間もらってるし。俺の話なんて興味ないだろうけど。ちょっとだけ聞いてくれないか？本当に、少しでいいから。何？ありがとう。